ガチャリ。あ、もしもし、マキマさんですか？おはようございます。いきなりなんですけど、これどういうことですか？朝来たら玄関に不審者がいて、聞いてみるとマキマさんから早川くんの家で暮らしなさいと命令されたって、ちょっと勘弁してくださいよ。俺の家はポケモンの預かりボックスじゃない。いくらなんでも人数が多すぎるじゃないか。ピカキ君、そういう苦難、苦労、苦痛、絶望の試練を乗り越えて、男は一人前になるんだ。泣いたっていい？愚痴も吐いていい？ただ、マキマさん、そんなシャンクスっぽく言われても無理なもんは無理なんですよ。ハムスター用のケージで犬猫10匹飼うようなもんです。ヤドカリが同居するぐらい無理ありますって。住んでいるアパートの上限をもう悟ったというのか。このアパートに大人数は住めない。どんな努力、工夫、仲間を持ってしても不可能だと嘆くのは、全ての正しい努力をしてからでも遅くない。このアパートはこんなもんじゃないと信じて、ただひたすらまっすぐ生きることは不可能と嘆き諦めることより辛く苦しく険しい遠回りな道であるかもしれないけれど、不可能と思っていたら一生不可能なんだ。楽な道のりより険しい道の歩き方が知りてえとナルトも言っていたろ。これはレッスン5だ。一番の近道は遠回り。遠回りこそがアキ君にとって最短の道だ。乗り越えろ。家賃もろもろ浮し。マキマさん、どんだけ名言並べても最後に本音が浮いちゃって台無しですよ。とにかくこの人数は戦争になります。勘弁してください。アキ君、戦は数じゃねえ、人だ。いや、マキマさん、人だって言われても、まともな奴が、荒井くんぐらいしかいないんすよ。魚ー、チンアナゴー。荒井くんもダメだった。とりあえず、アキくん、頑張ってね。私、アキくんならできると、信じてるから。いや、マキマさん、マジで無理っす。信じられても困りますよ。弱気なこと言ったんじゃねえ。やれるかやれないかなんて、くだらねえこと言うんじゃねえ。信じると言われたなら、それに答えること以外考えるんじゃねえ。荒井くん、ここ賃貸よ。行かれてるわ。てか、アキくんはどんなアパートに住んでるの？家賃とかもろもろ教えて。家賃なら5000円の風呂なしのアパートで、6スッポ足伸ばし寝ることもできない4畳半の部屋っすよ。ガドロやん。戦国 MC バトル第12章、フェイダマン VS ガドロの下手くそなライブならば聞きたくはない。俺の方がヤバいライブかましやるぜ、ワッショイにしれっと荒井ぶち込む荒井。下手くそなライブならば聞きたくはない。俺の方がヤバいライブかましてやるぜ、ワッショイ。落ちた。ドアを開けたいよー。ドアを開けて、一瞬だけでも、どうして開けちゃダメなの？あっちで信じ。わかったよーって、この電磁が引き下がると思ったか。てか信じちゃう電磁や。開けちゃダメだ、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 開けちゃダメだ。中に信じおる。本当に開けちゃダメなんだ。開けたら大変なことになる。何？開けたら大変なことになるだと？だが断る。いいかい？最も難しいことは自分を乗り越えることさ。開けてからどんな困難が待っていようと、今日この扉を開けなかったら明日はもっと開ける勇気が必要になる。迷ったら開けるな。だがもう迷いはない。心の扉は開かれる。ヘブンズドア。ごめん、こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。笑えばいいと思うよ。やっぱ中に信じおる。ねえ、バレちまったら仕方がね。実はオイラのパーツは接着剤でつけてるだけなんだよ。何もつけてないとさ、ただオレンジの生物でキモいじゃん。だからオシャになりたくてつけてるのさ。オイラオレンジ、お前はデンジだ。二人合わさればオレンジデンジだ。縦幕も賢き秘密の神よ。トーツ二重のうぶすなよ。久しく配慮をつかまつったこの山川、かしこみかしこみ慎んでお返し申す。実はしれっと荒井をぶち込んでいた荒井。ここのラーメン屋よく食えるな。味の良し悪しの前に、なんていうか、その、普通じゃねえよな。ああ、俺には普通のラーメン屋だと思うけどな。そうですね。普通か普通じゃないかで言うなら、まあ普通じゃないラーメン屋ですね。ですが、普通じゃないと言っても、少し高級なラーメン屋ってぐらいですよ。お客さんはこういうラーメン屋来たの初めてなんですか？もし初めてなら、簡単なマナーを教えましょうか。あ、そう、実はそうなんですよね。初めてで。なんかすいません、じゃあお願いします。なんでこんな展開になってんだ。ただこいつらの後を追って銃撃するだけだったのに、
くそ、まさかラーメン屋でテーブルマナーを教わるとは。でもこれどう考えても狂ってるよな。なんでラーメンにフォークとナイフがあんだよ。普通ラーメンなら箸とレンゲだろ。フォークとナイフってパンケーキじゃあねんだぞ。まあとにかくどうやってラーメンをフォークとナイフで食うのか銃撃する前に知りたい。銃撃するのはスタートだ。まずお客さん、椅子を右から座りましたね。それマナー違反ですよ。椅子は左から入って左から出る。15世紀に遡るが、昔はですね、国の代表者が自分の左側にサーベルなどを携えて食事をしていたんです。右から入ると椅子に引っかかってしまうから左側から座るのがマナーなんですよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。いえいえ。ラーメン屋だよね。ここラーメン屋だよね。俺もじいちゃんにそこそこ高えラーメン屋何度か連れて行ってもらったことあるけど、こんなマナーに厳しいラーメン屋どこにもなかったぞ。それとね、お客さん、手の位置はテーブルの上に置くようにする。これも15世紀に遡るが、昔はテーブルの下に手を置いていると刃物や銃器などを隠し持っていたりして、それが戦争のきっかけになっていたんだ。相手に対して危険なものを持っていない、私は安全ですとアピールするためにも手はテーブルの上に置くのがマナーなんです。まあ、まさかお客さんが銃なんか隠し持っているとは思いませんけどね。そんなまさかです。銃隠し持ってます。ごめんなさい。丁寧なご指導ありがとうございます。一つ気になったんですけどいいですか。何でしょう。私が無知なだけかもしれませんが、ラーメンって普通箸とレンゲですよね。どうやってフォークとナイフで食べるんですか。あ、そのフォークとナイフはパンケーキですよ。パンケーキ、ラーメン屋でパンケーキ。お客さん知らずに来たんすね。ここのラーメン屋は平日の昼間限定でパンケーキが無料で食えるんすよ。そういうラーメン屋の平日の昼間限定は相場買い玉無料とか大盛り700円とかじゃない。なんでパンケーキなんだよ。ラーメン屋でパンケーキはおかしいだろ。マックで冷やし中華食うぐらいおかしいよ。大将、パンケーキの方は薄力粉多め、蜂蜜増し増し。注文の海苔はちゃんとラーメン屋。てかこれ思ったんすけど、フォークとナイフをパンケーキで使ったらこのラーメンはどうやって食べるんですか。そりゃ一つしかないだろ。デンジ君、教えてやってくれ。なんだよ、お土産マン、そんなこともわかんねえのか。お前、岸辺露伴は動かない、見てねえな。ったく、見とけ。手づかみだ。お前こそ岸辺露伴は動かない、見てねえのか。それはトウモロコシのマナーだ。火花にこれでもかと洗いをぶち込む洗い。ああいや、そんなわけないや。ほら、いや、わかってくれるでしょ。その頭を打ち向いて。終わんないライブ抱いてたくないの。もっとちゃんとファンにしてよ。笑いライバーで演じてほしいの。もっとちゃんと答えたよ。あらら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 、未完成だって何度でも言うんだ。あらら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 、の空ぶったらいの中で。この家にいる悪魔と秋くんは契約してもらいます。いるのは未来の悪魔。幸運でこいつと契約してる奴は二人。一人は寿命半分。もう一人は両目と味覚と嗅覚を差し出しています。まあ気に入られれば安く済みますよ。じゃあどうぞ。未来最高、未来最高、イエイイエイ、未来最高、未来最高、イエイイエイ、お前も未来最高と言いな。レモンスプラッシュ。レモンのシールを激しく撒き散らす早川明の必殺技である。やったー、くすばけてら、死ねてのか。死ぬことを計画に入れるバカがどこにいますか。レモンスプラッシュは覚悟の上でやった。未来の悪魔と契約する。契約する部位を最小限に抑える。両方やらなくちゃならないってのがデビルハンターの辛いところだな。覚悟はいいか。俺はできてる。目が6つあるお前はその痛み3倍だろう。お前が髪の毛1本で契約するというまで俺のレモンスプラッシュは止まらない。過去最悪の態度だぞお前。なんて勘違いしてんのか知らねえけどよ、お前は契約してもらう側なんだぞ。調子乗んねえつばけ。お前こそ勘違いすんな。俺は髪の毛1本で契約しやるって言ってんだよ、クソガキ。どうに？お前はくねくね踊って未来を見ることしかできず、狐の悪魔や呪いの悪魔のような火力もない無能の悪魔だろ。そんな無能に俺が直々に契約しやると言ってんだ。俺が食うんだよお前を。無能の悪魔、よく覚えとけ。俺がキングだ。ブルーロック脱獄してきた。荒い吐き、弱いね、おらいている薄っぺらい人間です。一歩前に出るのはやめておきます。絡まれたくはないからさ。ヒゲロちゃんが死んで寂しそうにしていたから、仕方なく私があなたを飼うことにしました。あなたは今日から幽霊の悪魔ではなくマキマのインヌです。これから毎日私を幸せにしなさい。そのカマジーのように長く大きく生えた腕は私を幸せにするための腕です。料理、洗濯、介護、整理整頓、家計管理、カジノエクゾディアを手持ちに揃えなさい。ハッピーターンの粉でお腹いっぱいになるぐらい、私に贅沢な生活をさせなさい。例えば、アキくんが作ってくれたカレーを、ハーゲンダッツのスプーンで私にあんしなさい。ハーゲンダッツのスプーンでカレーとか、富裕層がプルスルドラしてて気分がいいからね。ハーゲンダッツのスプーンじゃあなかったら、あなたの胴と首は泣き別れと思い。それから私はリヴァイ兵長のように潔癖症だから、部屋に塵一つ残さず掃除しなさい。わかりましたか？これは命令です。無理です、絶対。強盗一人の真似するな。無理ではなく難しいである。いや、マキマさん本当に無理です。
ですよ。ナポレオンが辞書に不可能を追加するレベルです。書き放題にストップ言わんやつぐらい欲張り、身勝手の極意とわがままの極意が表現をしますよ。黙れ、やれ、殺すぞ。国費村で育ったとしても人はここまで日めくれんのよ。もしかして人の形をしたクズの悪魔ですか。黙れ、やれ、殺すぞ。あんた死ぬより凶悪だよ。ズームで話してるぐらい話噛み合わないよ。黙れ、やれ、殺すぞ。味付けゼロのシンプルな悪口しか言わない朝青龍のツイッターかよ。もう姫パイ死んだことよりもこいつと生活することになった方がしょげるわ。しょげないでよベイベー。そんなポップに言われてもしょげるもんはしょげる。ああ、せっかくダチになれると思ったのに残念。さてどうやって死にて。敵の負け聞いた。笑いが夜にかける。騒がしい日々に笑いない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほらい忘れてしまう。見ろ、俺のアパートがまるでゴミのようだ。よし、こん。ちょんまげ、俺にゴミ食わそうとすんな、殺すぞ。俺の中の怪物が出てきて言うんだ。コーンを使え。バチラの真似すんな、殺すぞ。いや最近デビルハンターの仕事多くてさ、朝ゴミ出すのも忘れてたんよ。俺とデンジとパワー3人分のゴミだし、分別もしてねえし、何曜日かプラで紙とか覚えてねえし、頼むよ。はっきり言うな、朝ゴミ出すの忘れてた、ちょんまげが悪い。ゴミの分別しなかった、ちょんまげが悪い。何曜日かプラで紙とか覚えてなかった、ちょんまげが悪い。全部ちょんまげが悪い。好きに生きてアパートをゴミ屋敷にしたなら、その責任を受け入れなきゃいけない。俺はよい、朝ゴミ出すのも分別も何曜日がプラで紙とかも何一つできねえ。できないことばかり数えるな。一人でやろうとするからダメなんだ。お前のバードにゴミ以外にあるものは何じゃ。仲間がいるんだけど、あいつらもゴミなんよ。デンジはトイレで寝るゴミ、パワーは野菜をポイするゴミ、そんなゴミがゴミの分別できるわけないだろ。ゴミにゴミかけてもイコールゴミなんよ。そうやってちょんまげが勝手に決めつけてるだけだろ。心を開かないと動かないぞ、エヴァ。いや心開いたところで奴ら道徳がアディショナルインパクトしてるから無理げるよ。ちょんまげ、お前仲間もう一匹忘れとるよ。仲間もう一匹。ちょんまげくん、文句一つ言わずニャークを飼ってくれてありがとうニャ。お礼にモンハンのエルのように価値をニャークで置かずニャ。俺がかの有名な猫の恩返しか。の恩返し。日の当たる坂道を自転車でコンケのボール君となくした思い出乗せてゆくよ。あらららら、口ずさむ唇を染めてゆく。デンジ君、浮かない顔してどうしたの？なんか悩みでもあるの？マキマさん、俺はずっと追いかけてたもんをやっと掴んだんです。でもいざ掴んでみると、そんなもんは俺が持ってたよりも大したことなくて、もしかしたらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も、追いかけていた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって、そんなのクソじゃないですか。ふむ、なるほどね。デンジ君、腕を噛まれたことはあるかい？腕を噛ま…デンジ君、ホームさんがレグリ外を殴るとおりであるなかと、クリエイティを掴んだ勢いで俺の内臓を掴みなさい。マキマさん、違いますよ。俺が追いかけて掴んだのは胸なんすよ。いざ掴んでみて大したことなかったのは胸なんすよ。内臓なんか掴みたくないっすよ。ホームさんより、内臓を掴みてんぞ。でも、クリエイティを掴んで、内臓を掴め。ホームさんが言っていたように、所作がダメなら、なんかそうそう。例えば、クワイを襲われた時、ライオンに襲われた時、トライを襲われた時、何をするのがベストなのか。答えは答え。口の中でチャンスを突っ込んで、大豆を直接握り締めることさ。それは恐ろしく嗅覚に痛い。千匹のアニサキスが踊り狂ったような激痛だろ。でも私は小さく一時間で通る日やないし、不死身だから安心しよう。遠慮せず握れ。そして思いの、それが勝利だ。大豆を掴んだ感触だ。よー苦悩に刻んだけ、最良の原石。フリゾンがドン引きするほどカオスが極まる。洗いが極まる。見たことがなけりゃないほどドラマチックだ。やばすぎんだろう。カオス極まる生き物。できないくらい。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いてパンパンパン。